時は美さ子は、日本の女優である。常盤美さ子との表記も見られる。出生名、あわずゆき、小川隆史との結婚後の本名、小川ゆき。片岡千恵蔵主演のサイレント版、同じくトーキー版の二つの、まぶたの母でいずれも、中太郎の母、小浜を演じ、当たり役となった。1897年11月9日、大阪府大阪市に生まれる。 1912年9月25日、京都に新設された、小畜女優養成所に、満14歳で入所、同所の、第一期生となる。20人の同期生には、安ず愛子、若浦いとこ、藤野伝え、絹笠緑、勝清子、十野甲蘭子、三品花子、伊達京子、川原月子、渡井君恵、小坂君子らがいた。日本人、明大辞典には、 小竹女優養成所に入った後、1923年に大阪の荒技で初舞台を踏み、翌1924年に小竹の専属女優となった、との胸の記述があるが、同所の設立時期とは合致しない。1917年に発行された女優像まくりによれば、その発行以前の時期に2代目、小野宇三郎4代目、嵐明6代目、 嵐義三郎らの指導による、大阪、同時混での大阪女優劇、いろいろの望みに、出演、大成功を得たといい、同書のかせわな評価では、美人であるが目が下がり目であるため、スキャンダルにことか,かない胸の記述がなされている。映画俳優時点戦前日本編の森内、正氏によれば、小畜女優養成所以降は六代目、嵐義三郎に指示したといい、その後は、 花柳翔太郎、竜英二郎らが1921年に設立した新劇座、北村六郎ら新派本流の第二期整美団、井上正一座、加藤誠一らの同志劇、井川八郎らの新長座といった劇団を転々としたという、新国劇をスピンアウトして設立した国劇第一戦座を主催する6歳年上の新劇俳優小川隆史と、 この時期に結婚している。1928年、京都の日活渦政撮影所に入社、時代劇部に所属する。同年10月19日に公開された、清水次郎長、第二編結は来編に出演して、満30歳で映画界にデビューしている。同年11月1日に公開された、ブチグモでは、ニく夜桜を蝶を演じて、主演している。当時、 日活と配給提携をしていた片岡千恵造プロダクションの作品にも出演しており、1930年8月28日に公開された小医者前編では余毒も演じた。中でも1931年3月13日に公開された長谷川信玄作のまぶたの母は片岡のバンバの中太郎に対する水熊の小浜を演じ、一本刀の土星人に絡む。 ギリ人情の世界を一末のリリシズムを捉えて、描破した作品であると、日活。この役は、時はの当たり役となり、1936年にも、リメイクされた際にも、同じく、片岡と共に主演した。1937年、満39歳の時に、陶器専用の制作会社であるゼオースタジオに、遺跡、同年2月4日に公開された、新しき土に出演。 小杉勇演じる、デルオの母親役を演じた。同年9月10日に同社が合併して、東方映画が設立された後も、ゼオースタジオ改め、東方映画京都撮影所に所属した。1939年には、日活渦政撮影所改め日活京都撮影所に、復帰した。1942年1月10日、戦時統制により、日活の制作部門が、 新興キネマ等と合併して、大英が設立されると、時はは継続入社して、大英京都撮影所に所属した。第二次世界大戦終結後も、同撮影所に所属し、万53歳となった1951年2月15日に、公開された、アシュラ・ホーガン、大英東京撮影所に出張して制作され、同年2月24日に公開された、鉄の爪に出演したのを最後に、 引退している。1959年9月、病気によって死去した。満61歳没。夫の大川は、戦後も妻の時はよりも長く、1954年まで映画出演を続けたが、晩年は、司会の資格を取得し、京都府京都市右京区渦正大屋部長にあった、大英京都撮影所の同庁内で、司会委員を開業していたという。 愛禅地獄第三編公開時のチラシ。時はは、おさらばお金を演じた。まぶたの母出演時、万34歳。左は、片岡千恵蔵。同情。時は七年下の千恵蔵の母を演じて、あたり役となった。旅は、青空公開時のチラシ。時はの名が見える。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、 東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外すべて制作は、日活渦政撮影所。配給は、日活。 特筆以外すべてサイレント映画である。新しき土出演時、三39歳。小杉勇の母役である。新しき土公開時のポスター。特筆以外すべて制作は、東方映画京都撮影所、配給は、東方映画、以降すべてトーキーである。すべて制作は、日活京都撮影所、配給は、日活である。維新の曲出演時、 四44歳。左は、東義之よこんな女に、誰がした公開時のポスター。鉄の爪公開時のポスター。特筆以外すべて制作は、大英京と撮影所。特筆以外すべて配給は、大英である。ありがとうございます。